ミランダ・オットーはオーストラリア出身の女優。現在はアメリカ合衆国に拠点を置いている。クイーンズランド・シューブリス・ベン出身。シェイクスピアの儀曲、テンペストに登場する美女にちなんで名付けられた。父親はオーストラリアを中心に活動している。俳優のバリー・オットー。母親のリンゼイは元女優。イボイモトのグレーシーは女優。年に、 両親は別居するが、週末を父親と過ごし、演技の道に進むことを考え始める。子供時代は友達と脚本を書いたり、衣装を作ったりして遊んだという。10代の頃はバレリーナになることも考えたが、背中を痛めて断念する。1990年にオーストラリア国立演劇学院を卒業。卒業前より、先決の13回といった映画に出演していた。 17歳でタイトルロールを演じたエマズ・ウォー以来オーストラリア国内では人気のある若手女優となった。1996年公開の初主演作品ラブ・セレナーデがカンヌ国際映画祭カメラドールを受賞し国外でもその名を知られるようになる。2000年公開のホワット・ライズ・ビニースでハリウッド進出を果たし2002年公開のピーター・ジャクソン監督の大作。 ロード・オブ・ザ・リング三部作でのエ絵イン姫役で一役有名になった。2005年のスティーブン・スピルバーグ監督作品宇宙戦争ではトム・クルーズ演じる主人公の妻役で出演。2007年にはスターター・ワイフとカシミア・マフィアというテレビシリーズに出演。1997年から2000年までオーストラリア人俳優のリチャード・ロックスバーグと交際。 2003年1月1日にオーストラリア人俳優のピーター・オブライエンと結婚。2005年4月1日に長女を出産。現在ではオーストラリアを拠点としている。ありがとうございます。